続けてください。インスティチュートは広大な場所よ。位置関係を全部把握するにはかなり時間がかかるわ。お迎えできて光栄です。いや、ショーン。ああ、揃っているな。知らせはもう聞いた。だが、うまくいっていなかったのなら、ここにいるはずはない。うまくいってよかった。だが、無事で本当によかった。すべて終わった。ああ、だが、本当は違う。あなたには始まりでしかない。インスティチュートはあなたの手に渡った。しっかり導いてほしい。アリーはインスティチュートに尽くしてくれた。そして私にも。彼女は頼れる人だ。私が死んだら、あとはあなた次第だ。本当にできることはないのか。
もっと効果のある治療法は。永遠不滅のものはない。不可避なことを遅らせることはできても、その代償はあまりにも高くつく。単にそこまでしなくていいと決めただけだ。心配しなくていい。この先に目を向けて、未来を見据えてほしい。一緒に過ごした日々は奇妙なものだった。あなたがどんな人なのか何年も想像していた。失った時間のことに思いを巡らせたりもした。分かってほしい。一緒に過ごすことができて幸せだった。出会えてよかった。同感だ。ありがとう父さん。息子の夢を叶えさせてくれたんだ。さて、休ませてもらおうか。俺はショーンを失った。再び。目を閉じると、あの懐かしい生活を思い出す。思い描いていた未来像は一瞬で変貌することがある。心の準備ができていなくとも、それは誰にでも人生のどこかで起こること。ここは俺が望んだ未来ではなかった。だが間違いなく俺のいるただ一つの世界、連邦、我が故郷は引き裂かれてまた一つになった。きっと家族を探し出せる。そう思っていた。叶うならば時計の針を戻し、全てを元通りに。だが分かってる。もう後戻りはできない。世界は変わり、この先に待つのは険しい道。今度は覚悟ができている。俺には教訓があるから。人は過ちを繰り返す。